チーム A のワールドワイドに愛を届ける愛のメッセンジャー、まいまいこと押島まいです。よろしくお願いします。自分でこう、あ、大人になったなって思うところってどんなとこですか？いっぱいあるんですけど。お、あ、意外とあんだ。はい、あのファミレス行って、今まではドリンクバーだけだったりとかで3時間潰してたりとかしたんですけど、うん、ちゃんとメニューを頼んで過ごすようになりましたちょっと大人じゃないですか大人か、はい、あとはお菓子とかをコンビニで買ったら、うん、一人で全部食べてたのをちょっと分けるようになったとか食べる食べるって言うようになりました。今まではちょうだいって言われるまであげなかったんですけど、自分からこう自らあげるようになったりとか。そこは大人ですかね。大人ですよね。あとは電車もこうちょっと席がちょっと空いてるんだけど、ちょっとだったら自分は立っといてあげようみたいな、周りに座らせて自分は立っとこうみたいなとかもやるようになりました。大人。逆にまだ子供だなと思うところあの大好きなお菓子はあげませんし疲れてる時は座りますし、まあ、ちょいちょいありますよね、まあ、たまに寛大になるぐらいではい、なるほどね、はい、まだまだちょっと道のりは道のり長い、大人への道のりはまだありますね、はい、ありますね、はい、そんな大島麻衣さんでした。ありがとうございました。